入れなかった勝島です。おはようございます。部屋でやろうと思ったんだけど、やっぱちょっと怖くて入れません。無理でした。えへ、ショールームが終わったらね、パカッて開けて、昨日そう夜虫蛾がいて部屋に、そう部屋に蛾がいて、その蛾とね、ショールーム中に戦ってたんですよ。その蛾がもう一日一晩経ってどうなったかちょっと分かんないので、ちょっとやばいっす、怖いっす。部屋に入れなかったです。おはようございます。ガですって言った人いる。本当にやばい、全然漢字読めない子、なんて読むんだろう。虫はそんなに苦手な方じゃないはずなんですけど、なんかタガメ食べてからなんか苦手になった。そう、まだいる感じ。いや多分窓開いてないからいると思うけど、なんかずっとね、多分ね電気の中に入っちゃったので、電気の周りに塩っていっぱいしたのね。だから多分中にいる。そう、タガメ、ね、食べてからね、虫がダメになった。昨日のショールームは虫と戦ったやつ、戦ったショールームになりました。タガメ食べたのしたらね、怖くなっちゃった。あのでもね、飛ぶ系は苦手かも。ブン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 、うん、めっちゃ飛ぶのはねすっごい苦手。ひらひらブンブン、蚊とかもだから嫌い。かな。大丈夫な虫は芋虫。芋虫もでも気持ち悪いから、あ、ダメだ、やっぱり私ダメになってる。虫全部食べる、全部怖くなってるかも。虫面白かったよね。面白けばなおよし。蚊が一番苦手だって。あ、そうなの。みんな苦手な虫は何ですか。蚊嫌い。カマキリなら飼ったことある。私ね、芋虫、めっちゃちっちゃい芋虫に ナポレオンって名前つけてね、飼おうとしてたよ。足がいっぱいある系だ。アリもね、昔はねアリとか大好きだったんだけどな。セミ、そんなセミを近くに見たことないんだよね。セミ嫌だけどね、飛ぶし。ナポレオンって名前つけたんだよね。ゴキはでもいた時の衝撃半端ないよね。コバエの大量発生、コバエって大量発生するのかな、やっぱり。待って、怖い怖い怖い。ナポレオンって命名される虫、あ、幼虫、幸せだっただろうって。いや飼ってたよ。あとなんか蝶々になるやつなんだっけ、蝶々になるやつだよね多分。なんか学校でなんか習ったやつなんだけど、日時飼ってたら2日ぐらいで死んでしまったんだよね。幼虫から育てようと思って、じゃあ卵を蚕かな、卵を
の葉っぱから取ってきて虫かごに入れてたの。そして卵がラフ化して、そのなんか卵食べ、その虫ちゃんが卵食べて大きくなっていくっていうのを想像してたんだけど、卵最初黄色いのね、黄色い卵なのよ。どんどん黒くなっていくの。なんどうしたどうしたって話しかけてたんだけど、2日ぐらいでなんかすごいカタカタっていうかカピカピになってダメになった。せっかくすごい余ったよね。とりあえずすごい余ったよね。ナポレオンはね、友達と外でね買おうと思ったんだけど、マンホールに落ちちゃったよね。とりあえず謝ったよね。とりあえず謝った。干し卵、そのカピカピになっちゃったんだよね。私の部屋が悪かったのかな。姉ちゃんと一緒の部屋だったんだけど、その時証拠じゃないよ、違うよ。いえ、すごいテレビの音するなっていう感じ。ダーウィンがやってきただけ。なんかさ、知ってる？テレビダーウィンだっけ。ダーウィン、ガにも名前つければ愛着湧くんじゃないって。確かにね、ガバじゃあね、名前はストロベリーとかにしとく。ストロベリーが飛んでるってことだよね、きっと。ダーウィンが来た、合ってるっけ NHK の。そうそうそう、そうそう、ストロベリーちゃんにした。そう、ダーウィンが来たっていうなんか NHK の番組あるじゃん。あれすごいばあちゃん見てたんだよね。ばあちゃんがなんかダーウィンが来た、ダーウィンが来たって、ダーウィンだよって言ってんだけど、ずっとダーウィンが来た、ダーウィンが来たって言ってたんだ。そう思い出した今。したばあちゃんが見てたやつなのに、なんか受け継いでじいちゃんが見てる今。なんかそうほっこりケムシもムカデもアリもムカデも借りたい放題。ムカデだらけじゃん、ムカデじゃん、ムカデバカじゃんストロベリーちゃんは多分きっと死んでいると思う入れない、どうしよう、増えてたらとか思いながら怖い。ダルウィン、今日目パンパンだね。意外と起きたてだから目パンパンしてる。パンパンパン、お腹空いてきた。うちのおばあちゃんの話してもいいですか。私のおばあちゃんね、キットカットのことずっとカットキットって言ってたよ。なんか伝説いっぱい残してたのよね、ばあちゃん。なんだっけ、面白いのいっぱいあったのに忘れちゃった。パパもう仕事行っちゃったしな。カットキットって言ってた。なんかいっぱい伝説残してたのに、ばあちゃん、なんだっけ。忘れちゃった。受け継いでない、受け継いでない。なんか伝説あったよね、なんだろうっけ。なんかいっぱいあった気がするんだけど、バルさんっていうのある。
統治法、確かに受け継がれる伝説。ぽいちゃんね、でもね、数珠いっぱい持ってたの。数珠ね。ばあちゃんめっちゃ霊感強くてさ、やばかったんですよ。強いってもんじゃないんで、もう見えてんの普通に。これが本当だったのかな、ばあちゃん本当だったんだろうなって思うと怖いんだけど、なんかね、夜中にね、誰かと喋ってんだよばあちゃん。で次の日に聞くと、なんか誰かが来てたっていうの。そう、本当におばあちゃん仏壇と一緒に寝てたんだけど、よくね話してたよ、誰々が出てきたって、誰々がいるっていうの。それ本当っぽいんだよね。でもお数珠持ってさ、なんか喋ってんの。いや、そう、怖かったんだよね。すっごい怖かったんだけど、でもなんかね、ガチっぽかった。何だったの。ママがね、見てるんだよね、なんか喋ってるところって言って、夜中怖いよってばあちゃんに言ったら、心を強く持ってろって言われて、はいって言った。心強く持ってれば大丈夫って言われて、心を強く、わかったって言って。怖いよね、何だったんだろう。でも本当っぽかったのに、ガチっぽかった。もうなんか呼んでるとか言ってたので、私を呼んでるとか、めっちゃ怖いやんけって言ってよ。怖かったぜ。心の問題なんかな、これ。分かんない。本当分かんなかったけど、結構怖かったんだよね。ちっちゃかった。まだ中学生とかだったから、その時言われたの。いや、めっちゃ怖いじゃんって思いながら。そう。ばあちゃん、看護師だったんだよね、でも。そうだね、心がもし弱ったらどうなったんだろうってすごい怖いよね。住み着いちゃったりするんかな。看護師、ばあちゃんが看護師だったんですけど、一回だけばあちゃんって看護師だったんだって思った時があって、今までそんな思ったことなかったのね。でもこっちの家に来て、小学生の時に私がパパの靴を履いて外出てって、庭出てって帰ってくる時につまずいて、あの靴履き替えるとこ段差あるじゃないですか。そこの角に頭をぶつけて、ピーってここにピーってね、できちゃったの。その時も痛すぎてウェーって言ったら、ばあちゃんが赤チンを塗ってくれました。看護師だった。すっごいやってくれたよ。ばあちゃん、したらさ、だいぶ治ってきてはいたんだけど、パパに逆さまにされて、顔だとか言われた、めんめん口って言って、うちのパパが多分小5なんだろうなと思った。私と似てるんだろうなって思った。わざわざさ、怪我人を逆さまにして、お本当にも顔があるとか言わないでしょ。そうなんだよ。
このショールーム見てるとばあちゃんの情報すぐ入るよね。うん、ばあちゃんの話をしたくなるんだ。まだ赤チン残ってたのか。そうだよ、赤チン残ってたんだよ。すごい、499あって、めっちゃやってるな、私ショールーム。うん、チーム見て怖いだって。逆さまにされた。やっぱ小5とは違うジャンルだって。それからね、頭ね、縫い跡、あ、縫い跡があるの。私縫い跡じゃなくて、ね、傷はちょっと残ってる。明日で500日か。明日金曜日だよね。明日は朝しっかりショールームやりましょう。はい、おはよう。500ってありがとうございます。本当皆さん見てくださってくれて本当にありがとう。毎日いろんなことありましたね。ハエが入ってきたりさ、ハエが入ってきたり、途中からハエが入ってきたり、ハエが入ってきた時もありましたね。ハエじゃない、ワクか、ガが入ってきたりさ、ガが入ってきたり、ガが入ってきたこともありましたね。本当にそうだよ。伝説の配信ってなんだかな。いろんな配信してきたんだけど、昔からってなると、な、最近から見始めてくれ、ん、最近から見始めてくれた方ももちろんいらっしゃると思うので、なんか伝説を皆さんにお伝えしたいな。どんなのがあったかな。あ、高速握手ね。それはね、会社的によかった、好きだわ高速握手。高速握手というものはね、梶島が自ら動いて、あの配信で握手疑似体験、そうそうそう、やったね。なんだろう、伝説の配信で結構あったと思うんだよね。何かな。待って、もうガが入ってきたのは伝説だろうね。本当に新井さんに電話あったね。11時半とか11時ぐらいから配信してたんですけど、眠すぎて、その時イベント中でもう眠すぎて本当にしんどかったんです。だからなんか誰かと思ってヘルプって言って新井さんに電話したら、新井さんめっちゃ元気で、そう、12時回っても新井さんも12時なんで、あの、寝てください、すいません夜遅くって言ったら、まだ0時って言われたので、まだ0時がめちゃくちゃあの鹿島の中であの流行った。そう、めっちゃ流行った。まだ0時は伝説です。これは伝説だ、確かにこれは伝説ですね。まだ0時はすごいわ。すっごい長い、1時ぐらいまで付き合ってくださったんですよね、配信。そうだそうだ、意外とないかな。でも伝説、あ、でも確かにそうかも。皆さんの前に初めて出た時の次の日ですね、次の日のショールーム
初めてやった次の日のショールーム、2日目のショールームだね。まだ毎日配信とかじゃなくて、まだアップがでもなく、アップが2期でもなかった時だ。2、なんかかなりコーダーが生まれたんだよね。今のは洗濯機です。この音なんだっけ、ゆがっぱくにぷっつ、あーゆがっぱくにぷっつってたまにねコメント欄で出てくると思うんですけど、ゆいやなんだっけ、電車の駅名の漢字を読もうの会をやってたんですよ。湯河原っていう駅名を私は湯河原って読み、国分津、なんて読んだっけあれ、国国に分けるに構図か、構図って読むのかな、を国プッツって読んじゃったんですよ。そう、もうそれがもうずっと言われる、ずっと言われる。おかちおちおかちおちは、一時期すっごい笑ってたのよね、おかちおちで。おかちおちっていう響きがやばかった。山手線をね、山手線一周をどれだけ早く言えるかっていうのやったんですよ。そう、でもね、どうしてもね、カチマチで笑っちゃってた。そうそう、ギターにピックが入ったら、あった、全然出てこないやつね、懐かしい、あったよ。桃井かおりさん登場、あーなんか結構初期は何でもモノマネをしてたの、言われたものを基本全部モノマネしてたの、自分の解釈で、似てる似てないよりもっていうのやってて、桃井かおりさんが出てきたりとかね。面白かったな、そんなこともあったわ。おじいちゃんのあくびが、おじいちゃんのあくび、はい、まあ、伝説がね、もし皆さん思いついたら明日たくさん、コメントしてくれると嬉しいです。明日はついに500日目になりますが、よかったら見に来てくれたら嬉しいし、明日朝ですね。今日もねリハーサル頑張ってきます。明日はねもっと楽しみです、リハーサル、よろしく。明日夜私無理なの、あのリハーサルだから、ね、できないんだ。そうなの。ほんでね、明日はじゃないや、今日はチーム新井さん、新井さん、千夏、私、ちーこちゃん、みゆちゃんの5人で、アップアップガールズ過去仮さんの戦場過去仮のところでね、戦場過去仮のルームで配信があります。よかったら見に来てください。ということで、お手を拝借、今日も一日頑張りましょう。せーの、以上です。ありがとうございました。私たちのチーム名は何になるでしょうか。バイバーイ。